皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。モデルプレスイコール2024年11月17日、BTS、BTS、のジン、ジンが16日から17日にかけて、韓国、ソウルの小中体育館にてソロアルバム、ハッピー、15日リリースを記念したショーケース、ジンハッピースペシャルステージを開催。 ここでは17日公演の様子をレポートする。写真、BTS ら韓国タレントらがびしょ濡れトーク。ジン、ソロショーケース開催 BTS グループトークは活発。ランニングワイルドで爽やかに幕を開けると、ハッピープレゼンテーションと題して、今回のアルバムのディテールをファンと楽しみながら紹介。ランニングワイルドのメガボルトの撮影エピソードとして、 思い切り走ってみようと思いましたが、33歳ですと残念そうに切り出すと、観客から、えと声が上がり、まだ若い側近、33歳ですと言い直し、しっかり歓声が上がったことを確認し、体力の問題を感じて車に乗ることにしましたと歌詞に合わせて走ることはせず、車に乗る演出にしたと明かしていた。I Will Come To You の作詞秘話として、 入入隊中に入れたた歌詞をメモしましまそして除隊した後にその単語を使って歌詞を書きましたとライブをせずに入隊したことから「アーミー」「ファンネーム」「似合いたい思いが強くなりそうした思いを歌詞に込めた」と告白入隊中の話から TMI として切り出すと最近は BTS のグループトークでも軍隊の話ばかりという一方で 除退している J‐HOPE から何を言っているか分かりませんというモアあふれる返しをもらったとエピソードを披露トークの最後には頑張ってねと入隊中のメンバーにもエールを送っていた BTS 人ショーケースにレッドベルベットウェンディ登場そうしたコーナーを終えるとフォーリングからハートオンザウィンドウウィズ w i t h ウェンディへ、えっと移りレッドベルベットレッドベルベットのウェンディ ウェンディーがサプライズで登場。2人で美しいコーラスを響かせながらパワフルなデュエットを聴かせる。歌唱後にウェンディーは最初に曲を聴いた時から良いと思っていたし、レコーディングも楽しかったし、今すごく緊張してます、と明かし、アーミーで埋め尽くされた会場を前に緊張している様子。今回のコラボを経て、先輩のジンから、 いつでもヘルプコールをくださいと呼びかけるも、ウェンディーは、人見知りをされる先輩なので私からお声がけします。笑と返し、和やかなムードを作った。ややジンのシャイな様子が漂う会話だったが、ウェンディーがステージを後にすると、実は今日会うのが2回目ですと告白。楽曲制作中についても、実は会話もすることもありませんでした。 曲作業をするとしたら会話をすると思ったんですが、笑と明かしていた。BTS、ジン、もう帰ります。お茶目なやりとりへて熱唱。ジンの幸せワールドカップとして、ファンとゲームを楽しんだ後は、IWILL COME TO YOU を切なく歌い、アナザーレベルで力強くクールな歌声で新たな魅力を打ち出すと、I'll Be There でアルバムタイトルの通り、会場をハッピーオーラたっぷりに。 アップビートな、スーパーツな、ハイノートが美しいムーン、と続けると、この曲はもう歌わない方がいいかもしれないと嘆きつつ、もう帰りますと幕の向こうに行く素振りを見せたが、ギターのサウンドが鳴り始めると、嘘だよ、と再びステージへ戻り、ザ・アストロノートで優しい歌声を響き渡らせた。アンコールでは、ランニングワイルドを力いっぱい歌いきり、気をつけてお帰りください。 いつも幸せに過ごしてくださいねと伝え、紙吹雪が舞う中、ショーケースを締めくくった。BTS、ジン、ハッピー、ハッピーは彼にとって重要な幸せを探す旅路について語る作品。新アルバムを通じて幸せの要素である愛、ときめき、勇気のような感情を率直に表現し、ポジティブなエネルギーを届ける、日差しのような存在、アレイ・オブ・サンシャイン。 になりたいと願うアルバムを聴くすべての人が幸せになることを願う気持ちを音楽に込めたというタイトル曲「ランニングワイルド」をはじめ「I'll Be There, Another Level, Falling, Heart on the Window, With Wendy, I Will Come to You」など計6曲を収録バンドサウンドをベースにした多彩なジャンルの音楽の中にボーカリストとしての魅力が溶け込んでいる ジーンはファンソング、I Will Come To You を直接作詞するなど、全般的なアルバム制作に参加し音楽的力量を発揮した。モデルプレス編集部、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。